田中塾は、長野県東美市連中にあった北国街道の宿場。田中塾は、慶長に、真田市の日後のもと、周辺の集落から当時熱に住む、地元の小田中市を中心に、金号三村を集めて成立させた。しかし、漢方2年8月1日の、犬の満水と呼ばれる、大洪水により、品の国の千曲川流域全域に大被害をもたらし、 約2800人の死者を出した大災害となった。田中塾は、エボシ山麓の所沢川からの鉄砲水で、ほとんど壊滅状態となり、この時の田中塾の被害は、死者68人、負傷者59人、流出家屋120件、残った家は29件と伝えられている。この大災害で、田中塾と本人小田中家に関する多くの古文書を失った。 今でも菩提寺の東美市はにある相当州高前寺に当時の状況を記した資料が残っているものもある。田中塾は他の千曲川流域よりも甚大な被害で、田中塾よりも比較的被害の少なかった海の塾に宿場の機能のすべてを譲り替えの塾を元塾として機能した。その後、田中塾は立ち直り、法歴11年と文化3年天麻薬は、 半月交代都市運の長と交代で宿場を再開する。完全に再生を果たした天保頃の田中塾には茶屋、昇家、旗小屋などがあったとされる。しかし、慶応3年に退化が宿場全体の約6割を消失し宿場のほとんどが燃え去った。記録では、文化13年、井上忠敬とその一行は、田中塾本人、小田中新江門に宿泊したと記録が残る。 その他の宿舎山氏や、四郎兵衛。昼休上田城下町本陣、柳沢太郎兵衛。明治11年8月30日に、明治天皇の北国御巡行の一行は、岩倉智美大臣を筆頭に、政府の高官など、総勢7790人が、皇居を出発され、宇水の県を越え品の路に入り、9月6日はお祝い分け、9月7日は、 田中塾の本陣小田中邸で明治天皇がご休憩されている。天皇がご休憩中に岩倉智美宇大臣をはじめ役人が海の塾を訪ねた。近代では本陣の建物は当時の門のみを残し明治天皇ご休憩の日が現在も残っている。宿場機能が失われてからは静止業で発展した。さらに海の塾北側に計画中であった。 鉄道駅の計画が、当時三種業が流盛を極めていた海の塾にとって、汽車が排出する煙でクワが侵され解雇に害になると、され、猛反対の運動を起こされたため鉄道駅設置の第二候補地であった田中に建設が決定し、明治21年12月1日には、田中駅が開業され鉄道交通網の発展と、ともに、当庁の商工業も、飛躍的に発展向上した。 現在は田中商店街として、遠見市の中心として発展している。ありがとうございます。